どうも看護師のマロです。どうも看護師のマロです。今回は看護師さん限定の質問コーナーということで、たくさんいただいた質問にできる限り答えていこうと思います。たくさんコメントくれてありがとうございました。ちなみに今日はこのスクラブを着て撮影をしております。まあ病院のじゃないけど、普段仕事をする時とはね、こういうのを着て働いてます。仕事っぽくボールペンを刺してみた。でいただいた質問はね、まあ質問だったりちょっとしたお悩みだったりっていうものが多かったなっていう感じですね。で今日は先ほどフレンチトーストを作りました。写真撮ってなかったわ、撮ろう。はい、ということで答えていこうかなと思います。食べつつね、ちょっと食べていい先めっちゃお腹空いた。一番上にしかさパセリをかけてないから、もう1枚撮ったらなんかめっちゃ殺風景な感じになっちゃう。ではいただきます。うん、うまっ。うめえ。では質問1個目。疲れて帰ってくると家で勉強できません。マロさんは家で勉強してますか？僕も疲れて帰ってきたら勉強できないです無理だよだから時間をかけた勉強はできてないかな最近は。その代わりなるべく職場にいる間に知らないことを調べたり、あと理解しづらい病気のことはもうねドクターに聞いちゃって理解を深めるようにしてます。何でも聞くってことじゃないけど、調べたけどよくわかんないから教えてくださいみたいな、そんな感じで聞いたら教えてくれるから、わからないことを潰していってる感じかな。次、昼夜逆転やアドレナリンの出過ぎで眠れない時どうしてますか？僕も不眠症だっていう話は多分何度もしてるんだけど、この悩みの辛さはね本当に共感します。夜勤があるとね睡眠サイクルとか結構ぐちゃぐちゃになっちゃうのもあるんですよね。なんで夜勤明けの仮眠は夜眠れるようになるべく夕方までっていう風に決めてます。で寝つけない時は一度電気をつけてぼーっとしたり、足が冷えてたら温めるようにしてます。あとは笑える動画見たりヒーリングミュージックとか聞いて脳みそを空っぽにしてなるべく考え事をしないっていう風にしてます。それでも眠れない日は多いかな僕も。次、初めて就職する病院の選び方やアドバイスを教えてください。これいくつかあったんだけど、まあ僕はね一箇所しか働いたことがないから経験不足なところはあるんだけど、とにかくね気になる職場には足を運ぶのがいいかなと思います。いろいろ現場を見ないと自分の働く姿ってイメージできないと思うんですよね。僕は今の職場に就職する前に現場の先輩とたくさん話す機会をもらえたので、それで安心して就職できたかなと思ってます。福利厚生の面で言うと、給料は月額じゃなくて年収の額でね必ず比較してください。あと家賃補助があるっていうのは長い目で見たら大事かなと思うので、そういうところも気をつけた方がいいかなと思います。次、今まで一番大変だったエピソード、新人の頃に辛かったことを教えてください。これは結構前に動画で話したかもしれないんだけど、1年目の冬にいた患者さんが一番大変だった。本当にこれ以上はないくらい大変だった。まあっていうのもね、いろいろ治療の過程で痛みが辛い人で、でも僕らもね対処しきれない状況だったんですよね。その中で痛くて辛いから怒るっていう状態になっちゃったんですよ。で毎日朝から夜中までもうずっと怒鳴り続けてるんだよね。そのずっと怒鳴り続けてた一番辛かったであろう時期に1年目の僕が5日間毎日受け持ち担当だったわけ。もうねそれが苦しかった本当に。まあ患者さんだって苦しいから怒ってるんだけど、まあそれを担当する、まあ、僕だってもちろんね苦しいししんどかったんだよね。でまあ嫌な記憶だったのかって言われると別にそうではなくって、僕にとっては患者さんのことを本気で考える成長につながる経験にはなったなって思ってます。看護師の皆さんはそういうことありませんか？なんか他と比べようがないくらいのしんどかったエピソードとか、まあ奇想天外なエピソードとかみんなあるんじゃないかな。何かしらこんなテンポで大丈夫そうかね。質問コーナーって僕さかなり前に一度やっ
ったきりなんだよね。その時は喋るよりも確かテロップでやった気がするんだ。だからこういうなんかよくある質問コーナーのスタイルさ、初めてでどうやろうかなってすごい悩んだんだよねどうやったらなんか伝わりやすいんだろうとか話しやすいんだろうとかめちゃくちゃ悩んだけど、結局普通に喋ることにした次、患者さんに寄り添うってどういうことだと考えますか？これね、なんていうのかな、こういうなんか寄り添うが何かってさ、学生の時も問われるし、働いてからもなんかレポートとか研修とかでなんかやたら出てくるじゃない。その度にさ、やっぱ答えるの難しいなってすごい思うんだよね。これって抽象的すぎて難しいんだけど、今の僕だったら生き方を支えることっていう風に考えてるかなって思いました。生き方を支えるっていうことのために、その患者さんの人生とか生活の背景を知ることからいつも始めるようにしてます。ここから人間関係に関するテーマとかもちょこちょこ出てきます。おつぼねの定義を教えてください。このね、おつぼね関連の質問ね、すごいたくさんあったみんな悩むよね。僕も悩んでるよってこといつも動画にしてるから、共感してくれる人も結構多いのかなって感じてるんだよね。まあ、定義まで考えたことなかったけど、定義付けをするんだったら、キャリアがありかつ他人に配慮のない言動行動をする人になるのかな。一言でまとめるのがね、難しいなと思いました。これはみんなはどう思いますか？なんか定義付けしろって言われたらどう思う？でも定義教えてって言われたらさ、自分の中にいるあのおつぼねみたいなのがさ、頭の中に出てこないでもいつも言ってるけど、年齢は関係ないからね。本当におつぼねの年齢になりますがとかさ、コメントで書いてくれる人いっぱいいるんだけど、年齢関係ないよ。もはや3年目の子とか4年目の子とかさ、自分の後輩に当たる人でも怖くなってく人いるもん。本当にあんなに弱々しかったのに、自信がないですみたいな感じだったのに、なんで数年経ったらそんなさ、後輩にめっちゃ強く当たるのみたいな。ちょっと強いキャラになっちゃったとしても、正当性があったり業務上のメリットがちゃんとあるみたいなことだったら、まあ少なくとも間違ってはないと思うんだよね。でも人間関係だからさ、間違ってなければ OK じゃないじゃん。間違ってなくて正しいんだけど、でもその言い方は人間関係上は相手にはマッチしてないってことがいっぱいあるじゃない。正論を言ったとしても、正論ではやっぱ傷ついちゃう人だって中に いるわけじゃん。まあ全部を配慮はしきれないと思うんだけど、なんかそこの配慮をしないっていうやり方はやっぱ良くないと思うんだよね。みんなでやってんだから、みんながなるべくさ、嫌な思いをしないっていうのは、まあ、前提で考えた方がいいのかなって。完璧を目指すのは難しいけどね。それはもちろん分かってんだけど。次、おつぼねとの戦い方を教えてください。これね、考えちゃうよねめっちゃ考えちゃうよね。でも僕はね、おつぼねとは戦わないでいいと思ってます。だって勝てないもん。絶対あの人たちには勝てないっていうか、かなわない。本当にそもそもさ、もう知識とか技術とか、まあ、それ抜きにしても経験値で分かることってさ、いっぱいあるじゃない。どうやったってそれっこに一人の看護師としてかなうはずがないんだよね、ほとんどのところでは。そういう風に僕は思ってるから、戦うことはしないかなってだからって何されても気にしないっていうことではないし、どうせ勝てないからいいやみたいな、まあ卑屈になる必要もない。その分自分がその人より成長できるとか能力を発揮できるっていう土俵でのし上がっていけばいいかなって僕は思ってます。次、看護師としてのステップアップを考えてますか？この質問がね、一番多かった。100個くらい来たかな。まあそんなに来てないんだけど将来についてみたいな話って結構前からね、聞かれてたんだよね。この先どうするのとか、ぜひ市長さんになって病棟を守ってほしいみたいな、すごいね、言ってもらえてありがたいなって思ったんだよね。まあ自分にそんな素質があるとは僕はみじんも思ってはないんだけど、そういう風に見てもらえるんだなっていうことがシンプルに嬉しかったんだよね。なんだけど正直言って、役職に就くとかは今は全く考えてないです。なんでかっていうと、役職について何がしたいかみたいなのが自分の中にね、ないんだよね。別にそれを通して叶えたいことが今自分の中にはないから、進もうとは思ってないかな。で、認定看護師もどうですかみたいなことね、結構言ってもらえるんだよね。認定看護師って何かって、まあ知らない人もいると思うんだけど、特定の分野の、まあ、専門知識、専門スキルみたいなのをちゃんと持ってますよっていうライセンスみたいなもの、それがあると
認定看護師としてできることがまあいろいろ増えたり、まあ、自分の肩書きになったりするんだよね。あとお金もちょっともらえるようになる。だけど、まあ、それもね200万ぐらいかかるんだよ、取得するのに。結構高いじゃない。で、僕は奨学金今返してる途中だから、それも今はね考えられないかな。じゃあこの先何もしたくないのって言われると、何かはしたいんだけど見えてないっていうのが本当に素直な気持ち。今こうやって YouTube をやってて、いろんな人が看護師とか、まあ、医療のこととかにさ興味を持ってもらえてるのを僕はこう結構感じてるから、 YouTube の活動が発展して何か看護師に関わることができたらいいなとはぼんやり考えてるんだけど、はっきりとは分かんないかなっていう感じです。みんなは何か目指してるものとかありますか？昇進したいとか、こういうライセンス取りたいとか。ドクターとのコミュニケーションの工夫を教えてください。結構医者とのやり取りってみんな悩みますか？まあ、僕もね昔は悩んだかな。この医療職じゃない人からするとさ、医者の仕事量って想像しづらいと思うんだけど、僕ら看護師が朝一で依頼をしたことがあるとするじゃない。で、忙しい日とかはさ、それがやっと夜の7時とか8時に完了するくらいには丸一日スケジュールが詰まってて、忙しい日も多そうなんだよね。なんで、まあ、何か連絡するときは必ずほうれん草のどれが連絡の目的なのかをもう一言目で言うようにしてます。報告です、連絡です、相談ですみたいな、確認したいことがあるんだけどとか、そんな感じで連絡がスムーズに進んで終わるように気をつけてます。次、クソムカつく患者だなと思った患者さんいますか？まあね、そりゃいますよ。僕だって人間なんだから、イライラするし言葉が冷たくなることだっていっぱいある。この動画の中の僕は全て穏やかな人みたいな感じで見えるかもしれないけど、僕だって冷たくなっちゃうことはある。誰しもあるじゃないかな、これは本当に。まあただね、ただ基本は病気がそうさせているっていう風に考えるようにしてるし、その患者さんがね何かできるとか覚えてるだろうとか、そういうのをねもうあんまり期待しないようにしてます。病気だからどうせできないだろうみたいな、そういうバカにしてるっていうことじゃなくって、自分が勝手に相手に期待するせいでイライラしちゃうって考えるから、もう物事はねうまくいけばラッキーぐらいのねスタンスで僕は生きてます。どの人間関係でも一緒なんだけど、イライラしがちな人は勝手に患者さんがねできるとかやってくれてるとか思ってないかなって一度振り返ってみるといいのではないでしょうか。次、へこんだ時の立ち直り方ありますか？僕はへこむとしばらくへこみっぱなしなんだけど、そういう時に自分に言い聞かせてる言葉があるんだ。で、それがへこむ時はたくさんへこんで、その分また大きく膨らめばいいっていう言葉です。僕はこの言葉をいつも大事にしてる。だから落ち込んで何もできない時って本当にもう人形のごとく床に這いつくばってんの。もうずっと本当に動画のサムネのまま。まあ動画の場合はサムネが大事だし、そういうシーンも作るっていうのはあるよ。だけどリアルに帰ってきたらもうズダーってなってるし、落ち込んで何もできない時も本当にうつ伏せで 2,3 時間ぐらいね普通に時間経ってる。何もできない本当に。だいたいね数時間すると気分が上がってくるので、もうそれまで待つしかないって感じですね。今でもある、本当に今でもある。それか筋トレ結構いいね、何も考えなくなるから。おすすめです。最後、結構喋ったかな、編集するの大変そうだなこれ。でもこうやって質問に答えてるのは楽しいかな、やっぱ。最後、新人看護師です。ケアや処置に時間がかかります。慣れると早くなりますか？慣れると早くなるんだけど、やっぱね効率よくやるためにこうどうやったらいいのか、反省を繰り返すのがすごく大事かなと思います。物品の準備を忘れがちだったら、忘れない自分の手順を踏むとかね。僕はよく陰部洗浄するってなっても、お尻拭き忘れることが多かったから。だから最初にお尻拭きをもうポッケに入れちゃって、お湯を準備したり他のもの準備したりとか、忘れそうなことは一番最初にやるみたいな、そういう決め事を作っていくと失敗する理由が減っていく。まあでも最初はね、早くやることよりも丁寧なケアっていうのを学ぶのが一番大事だと思ってます。そこすっ飛ばしちゃうと、やっぱね患者さんが嫌な思いをしたり
トラブルがこう積み重なったりとか、ケアが正確じゃなかったりとか、こぼれ落ちちゃうものが増えてくるから、最初は時間かかってもいいから丁寧にやるのがいいかなと思います。まあ、速さなんて本当に後でいいし、後からついてくるからそれでいいし、そういう風に言ってくれる先輩についていく方が僕は絶対いいと思う。まあ、早くて正確だったら一番いいけどね。最初からそれは無理だから本当に。ふう。はい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 、ということで久しぶりの質問コーナー、楽しんでもらえたでしょうか。どうしてもね、全ての質問には答えられなかったんですよね。今回お答えできなかった方すいません。また質問コーナーやってほしいって思ってもらえたら、あの高評価ボタンをポチッと今その人差し指で押してくださいお願いします。長い動画になっちゃったんですけど、動画全部見たよっていう人はコメントで全部見ましたって書いてもらえたら僕が嬉しいので、ぜひお願いしますコメント全部読んでるので気軽に書いてもらえたら嬉しいです。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。おつまろっ。